マスディビでーす。はい、皆さん年末いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、今日、はい、マスディビでーす。なんか動いてる。はい、これ誰だと思いますでしょうか、皆さん。グデタマ、グデタマじゃなくて、はい、はい、ヒカキンでーす。いやー、今年ももうね、ね、終わりでございますけど、終わりでございます。今日一緒にあの事務所で撮影だったので、撮影してたんですけどね、それでちょっといろいろ撮ってるんですけど、侵入してきました。これすごいでしょ、うん、白身のないグデ玉。あ、本当だね、取れちゃってんだよ。あ、そういうこと。取れただけか。ブーンって。いやー、はい、ということでね、今日はね、ヒカキンと一緒に、っていうか久々だね、こう動画撮るのね。そうかもしれないよ。超久々じゃない。なんかこう緩いの、なんか家に、って動画も、まあ、まあでもあれもそうじゃん、あの年末のあの忘年会でもちょっと、ああそっか、忘年会でも映ってたから、あ、そっかそっか。はい、ということでね、ちょっとね、今日ヒカキンとちょっと話していきたいことがあるんですけど、あのですね、男の悩みだよね。ああさっきですね、そう、男の悩み、皆さんどうしてるか聞きたいぐらいなんですけど、皆さんヒゲってどうしてますか。ヒゲ、そう、なんで年末にヒゲの話なんだっていう感じなんですけど。いや、この前忘年会してたら、男ってね、こう、みんなヒゲどうしてんだろうっていう会話になって。あー、そっか、僕生えないんですよね、ヒゲ生えない、全然。うん、あ、でもこんくらい、マックス。男のヒゲを出すの、マックスでこんくらいなんですよ。マックスっていうか、なんかこんくらいで、うん、あー、一応毎日剃ってるんですけど、本気で3日間とか伸ばしても生えない、うん、生えない。そう、なんか、まばらないっていうか、でも目立たないもんね。そう、だから本当だったら生えたんだったら、うん、伸ばしてワイルドマンになりたかったんだけど、もう無理だから、無理だから逆に剃んないとなんか汚らしくなっちゃうから。そうなんだよね。そう、僕ちょっとズームになっちゃってますけど、僕ね、顔が白いんですよ、肌が白いの。だからこんぐらい寄ると、ほら、もうこれちょっとヒゲあるように見えません？確かにね、たまに思ってた、動画見て思ってた。うん、ちょっとそういえばマスオさんでヒゲあるな。そうなんだよね。ただ、なんかあんま気になんないよ。そんな気になんない、俺は。あ、それが普通ぐらい。あ、うん、これぐらい普通。どうやって剃ってる？あのね、毎朝？いや、そうだね、起きてシャワー浴びるときに洗顔したそのまま、ちょい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 、 T 字の。そうだね、でもあの歯取り替えられるやつ。あー、だよね、使い捨てじゃない。やっぱ俺もそうなんだけど、なんか友達に聞いたら、いや、よく使える、こういう電動の方がいいよっていう話もあって。あー、でもあまりに濃いんだったら電動でいいんじゃない。だってガリガリガリってなるでしょ、強いと。ガリガリガリってなるけど、でも電動だと残るよね。残る、残りますよね。皆さんどうですか、残りません？僕は絶対、まあでも本当に濃い人だったらあれでちょっと残ってるぐらいで普通なのかもしれないけど。あー、そっか。僕は絶対ぬるぬるってこう、スルッチュランっていった方がいい。あー、そっか。そう、そう。しかも実は俺、剃る以外にも実はしてて、あ、抜く、イベントの時、イベントがある1週間前ぐらいは抜くようにしてる。結構ね、赤くプツプツなりそうじゃん。プツプツになって、たまにここ赤いプツプツってなってたら、あ、マスオさん逆にヒゲ抜いたんだって。逆に目立っちゃってるやつじゃん。目立ってるかもしれないけど、でもね、どうしたらいいんだろうと思って。いや、気にするレベルになってない、なってないですね。まあでも、コンプレックスとかはそういうものです。あ、けれど、そっか、全然気にするレベルではないと思う。そう、でも本当に気になるんだったらあれ行けばいいじゃん。あー、抜くの。でもさ、それ嫌じゃないのか。抜くの痛い。抜くのって言うから、レーザーだったつもんで。でも一生生えなくなるの嫌じゃない。俺はそう思うから。だって、なんかもしかしたら俺こうやってボーボーにしたくなるかもしれないよね。だから、うん、別に今のままでいいと思うけどね。あ、本当に、うん、あ、なんかむしろ相談乗ってもらったみたいな感じになっちゃった。ということで、なんか今日はね、あの、いろいろ一緒に撮ってこう、ゆるくやってまいりますけど、はい、まだ、もう年末だからね。そうっすね。ということで、皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫、こんなに大丈夫。おまけなんで。ということで、以上、マスオ TV と、以上、ヒカキン TV でした。バイバーイ。バーイ。どっか行っちゃった、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった。